皆さんこんにちは、こすけです。先日行ってきた美瑛にある美瑛専科、そこでねお土産を買ってきました。今回はそのお土産のプレゼント企画です。買ってきたお菓子ですが、北海道らしいものがいいなと思って選んでいます。もちろんね、他にもいろいろあったんですけど、それは次回のお楽しみということで、今回はお菓子3つ詰め合わせということにしたいと思います。1つ目のお菓子がこれですね。丘のお菓子焼きとうきびというお菓子になっています。トウモロコシをフリーズドライにしたお菓子みたいですね。原材料名がスイートコーン、もちろん美瑛町産です。それに醤油とブドウ糖のみということになっております。すごくシンプルでね、素材そのままの味のお菓子ということになりそうですよね。早速ね、食べてみたいと思います。おお、本当にトウモロコシだね。うん、じゃあいただきます。はいはい。あ、おいしい。うん、おいしい。これこれおいしくない？うん、うん、おいしい。これあ、めっちゃおいしい。焼きトウモロコシだね。焼きトウモロコシなんで、そのままあの、あれ大通りとかに売ってるやつ。うん、ん？トウモロコシの味がする。うん、うまいうまい。うん、なくなっちゃう。一瞬でなくなりそう。うまい。取り合いだ。大変大変。取り合いだ。というわけで、これね、すごく美味しかったです。味は大通公園に売ってるあの焼きとうきびね、醤油を塗って焼いている焼きとうもろこしそのまんまの味で、お菓子という感じではなかったですね。ほんとね、とうもろこし食べてるというお菓子でした。すごくね、美味しいので、ぜひ食べてみてもらいたいですね。2つ目のお菓子がこれです。丘のお菓子ダイスミルクということでね、これちょっと僕試食したんですけど、美味しかったんで買ってきました。原材料はこんな感じになっています。美瑛産の生乳とクリーム、砂糖、でんぷん、加糖、卵黄、脱脂粉乳、香料ですかね。ちょっと変わったお菓子で、フリーズドライにしたミルクなんですよね。それ何？ダイスミルクだって。ダイスミルク？うん、ダイスミルク。あ、ダイスミルク、うん、ミルク牛乳なんだよね。ホワイトチョコレートみたいな味が？いや、見た目。あ、見た目軽いね。味は？うん、美味しい。何味？あの、なんだろう、これ。牛乳嫌いだけど食べれる？うん、全然大丈夫。うん、美味しい。匂いしない。うん、美味しい。ミルクをフリーズドライにしたものなんですが、僕もね、妻も牛乳苦手なんですけど、美味しく食べることができました。味なんですけど、なんだろうな、あのクリープ、コーヒーに入れるクリープに近いですね。あれに結構ね、近い味がします。クリープみたいにね、こうほわっとした柔らかい甘さがあって、もうちょっとね、お菓子っぽくした食べ物ですかね。すごく美味しかったです。そして最後の一つがこのハスカップゼリーです。北海道といえばね、やっぱりハスカップかなという気もしますので、ハスカップのゼリーを買ってきました。美瑛産のハスカップを使ったゼリーということで、美瑛でもね、ハスカップ取れるみたいですね。袋を開けるとこんなね、カップに入ったゼリーが入っています。よくよくね、このゼリーを見てみると、ハスカップの実ですかね、皮かな、入ってますよね。僕がね、これ動画撮っている最中、横をふと見るとね、妻が我慢できずに食べてましたね。美味しい。ハスカップだ。ハスカップ、おいしょ。あ、すごい。あ、匂いが、食感すごい。匂いがすごい、ハスカップ。いただきます。うん、冷やしたい。うん、冷やしたいね。うん、おいしい。うん、ハスカップの香りがする。これもなかなか美味しかったですね。ハスカップゼリーなんで、ちょっと酸味があるのかなと思ったんですけど、酸味はね、全くなくて、ただ香りが、ハスカップの香りがすごく強くしましたね。北海道外の方だと、ハスカップ食べたことがないという人も多いかもしれませんので、まあお土産としてはね、なかなかいいんじゃないかなと思います。というわけで、今回はこの美瑛のお菓子3つのセットプレゼントします。どれもね、美味しかったですよね。
さっきのお菓子3つを買ってきたままね、この袋のまま送りたいと思います。フリーズドライのお菓子は下手に扱うとね割れそうなので、まあこのね U パックの箱に入れて送りたいと思います。こんな感じでねお菓子を入れて、そしてねさらに緩衝材なんかを入れてね送ります。応募方法はいつもと一緒です。この動画の公開後にツイッターで美瑛のお菓子詰め合わせプレゼント企画というツイートをしますので、そこに返信していただくことで抽選対象とします。で条件がね2つあって、1つはその返信する内容ですね。今回は北海道で食べたいもの、それをね記載した上で返信してください。食べたいものを食べてみたいものなら何でもいいです。海鮮を食べてみたいとか、もっとね具体的にどこどこのお店のこれを食べてみたいとかね、まあ、ザンギを食べたいとかラーメン食べたいとか、本当何でもいいのでパッとね思いつくものを書いていただけたらと思います。もちろんね何個書いても構いません。もう一つの条件は僕のツイッターのアカウントをフォローしていただくということです。これをしていただけないと直接メッセージが送れないので当選連絡がねできないんですね。なのでこの2つお願いできればと思います。今回でプレゼント企画は3回目になりますが、すでに当選した方も遠慮なくね応募してください。毎回ね完全にランダムで抽選していますので、当選済みの方は対象外ということはないです。このプレゼント企画の目的というのは主に2つあって、1つは北海道の美味しいものをシェアしたいというね単純な僕の気持ちが1つですね。でもう1つはね、応募の条件になっている返信に書き込む内容、これがね今後動画を作る上でとても参考になります。結構ね応募があるので全てに返信するのは難しいということでね申し訳ないんですが、ツイッターに書き込んでいただいた内容に返信することはできませんが、全てね読ませていただいて、その中からすでに参考にして動画に取り入れているようなこともあります。おかげでね新しい動画いろいろ作れそうなんですよね。せっかく買ってきたお土産ですから、一人でも多くの方に応募いただいて、今後の動画のアイディアにさせていただければと思っております。そんな理由もあってね、どなたでも遠慮なく応募していただきたいんですよね。やっぱり一人のアイディアじゃ限界がありますから、より面白いチャンネルにしていくためにも、たくさんの人のね、意見を聞かせていただければと思います。応募の期限はこの動画が公開されるのが23日の金曜日なので、土日月と、月曜日いっぱい募集を受け付けます。そして火曜日に当選連絡をツイッターの方にします。美瑛のお菓子を食べてみたいという方はぜひ応募してください。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。